皆さんこんにちは、パラフです。本日はですね、あの楽天ハンド、そして楽天ミニ、どっちを買えばいいんだろうと悩んでいる方に向けて作った動画になります。僕はですね、この両機種を使っているんですけれども、実際のところどっちがおすすめできるかっていうのを紹介していなかったので、この動画でですね、紹介していければなと思っております。まずですね、見た目に関するお話を先にしたいと思います。見た目に関してはご覧の通り、これぐらいサイズが違います。楽天ハンドは手にギュッと持った時にちょうどいいサイズ感というものになっています。一方で楽天ミニ、こちらはもう名前の通りですね、すっごくちっちゃいんですよ。そして全体的なですね、質感は両機種とも似ているんですけれども、処理が全然違うんですね。例えば楽天ミニの方だと、こうやって分かりますかね、なんかオーロラのような、キラキラと輝くような処理が施されている背面になっている一方で、楽天ハンドの方は白色でも黒色でも赤色でもですね、いずれも、キラキラした加工は施されていない背面になります。まあ、どっちが好みかどうかっていう話なんですが、高級感という意味では楽天ミニの方が感じられますね。そして持ちやすさで言うと、当然こっちの方が持ちやすいんですね。というのも楽天ミニはあまりにも小さすぎるので、持ちやすいで言えば持ちやすいんですけど、使いやすいかどうかで言うと正直使いにくいです。画面も小さいですし、操作しづらいんでね、やっぱ使いにくいです。ただポケットに入れて持ち運ぶのであれば、断然こっちの方が有利になってきます。一方で楽天ハンドはというと、本当にね、これ手に持った瞬間に皆さん思うと思うんですが、すごくちょうどいいっていう感じなんですね。あ、これだみたいな、それぐらいフィットするというか、しっくりとくるサイズ感になっているのが特徴です。そして両機種ともフェリカ問題なく対応しております。で、一番違うのはですね、まあサイズもそうなんですけれども、カメラですね。楽天ミニに関してはシングルレンズ1個しか付いていません。そして楽天ハンドについてはデュアルレンズになっています。ただし、今流行りのですね、超広角とマクロとか、超広角と広角レンズとか、なんかそういった組み合わせではなくて、標準レンズとこれがですね、深度測定用のレンズになっています。はい、そういう、ね、構成になっていますね。サイドフレームに関しては両機種とも高級感があります。こんな感じでシルバーに輝いていますね。こちら楽天ハンドなんですが、楽天ミニも同じような感じで輝いているエッジフレームになっています。そして楽天ミニですね、ここにストラップホールがついてるんですね。ちょっと動画で見づらいかもしれませんが、ここにちっちゃい穴が開いてます。ここにストラップを通すことができるというふうになっていますね。楽天ハンドにはそういった穴は開いておりませんので、ストラップをつけることはできません。大きくそういった違いがありますというのがサイズやデザインに関する違いでした。では中身を見ていきたいと思います。両方ともつけてみてるんですけれども、全体的な、まあ、サクサク具合で言うとですね、両方とも似たような感じではあるんですが、当然ね、スペックはこっちの方が高い、楽天ハンドの方が高いので、こちらの方が普段使いするには、快適な速度、快適な処理性能かなと思います。楽天ミニの方はこれですね、ちょっとカスタマイズしているので、皆さんお持ちの方、持ってない方、ちょっと見た目が違うじゃないかと思われるかもしれませんが、こういったカスタマイズをすることによって多少ですね、使いやすくはなります。画面がすごく小さいので文字入力が結構厳しいんですよね。見てください、このキーボード、これね、打てなくはないんですが、やっぱりちょっと使いにくいんですよね。パラフって打とうとしたらもうバラフになってしまいましたね、今。パラフ。パラフ。はい。出ました。
ましたね。でやっぱブラウジングもですね、画面が小さい分ちょっと見づらい、やりにくいというのが現状ですね。ただ意外とサクサク動いてくれるので、まあ常用利用は問題なく使えそうです。慣れればですね、いい感じかと思います。一方で楽天ハンドは、まあ以前の動画でも、ね、お見せしている通りサクサク動いてくれます。特に不便感じるところはなくてですね、快適なんですよね、普段使っていて。まあ、たまにもたつくような動作あるんですけれども、基本的には快適です。YouTube も問題なく見れますね。で、以前コメント欄で質問があったんですけれども、画質の設定は 1080p 選択できますかという話がありましたが、動画によって多分違うんですけれども、1080p 問題なくいけます。そしてさらにその上まで選択できますね。なのでそこはご安心ください。そしてですね、カスタムしてるとはいえ、楽天ミニの方は、やっぱり Android の OS が1個古くてですね、Android 9なんですね。9なんですよ。で、こっちは Android 10。10ですね。なので、それで結構違いが出てきます。例えば、楽天ハンドの場合、こういう風に閉じるようなジェスチャー操作、これが Android 10で標準の機能としてあるんですけれども、これが楽天ハンドはできます。アプリの切り替えとかもこうやってできるので、結構ね、便利なんですよ。ただ、楽天ミニに関しては、今の時点だとバージョンアップが来ていないので、このナビゲーションボタンっていうんですかね、 Android 特有の四角丸三角のこのボタンでの操作のみになってしまいます。なのでシュッとこうスワイプして消したりとか、シュッとアプリを切り替えるみたいなことは楽天ミニだとできません。もしかしたら今後アップデートでできるようになるかもしれませんが、現時点ではできないですね。そして両機種のまあソフトウェア的な違いで言うと、さっきの Android の話もそうなんですが、楽天ハンドは画面内指紋認証がついています。一方で楽天ミニに関しては生体認証が一切ついておりません。厳密に言うと顔認証は確かついてるんですが、基本的にはその iPhone のようなセキュリティ強めのものではなくて、疑似的に画像を認識してくれるようなロック解除方法なので、セキュリティ面は正直弱いですね。それで言うと生体認証という意味ではついていないってことになります。こっちだと顔認証もできるし、指でね、指紋でロック解除も可能です。こういった違いがあります。はい、こうやって見ていきましたが、まあ基本的に両機種ともいいところ悪いところがありまして、まあどっちが好きかどうかって話にしかならないんですけれども、個人的にはですね、普段使いもしたいという方には楽天ハンドが絶対おすすめです。スペックも、まあ、普通に使う分には申し分ないですし、サクサクと動いてくれますし、持った時も、もうこれが楽天ミニなんじゃないかと言われてもおかしくないぐらいちっちゃいですし、フィット感があります。一方で、楽天ミニのいいところっていうのは、とにかく邪魔にならないということ。とにかくちっちゃい。もうポケットに、胸ポケットにすっぽりと入るみたいな。それぐらいね、ちっちゃいんですよ。そして非常に軽い。楽天ハンドも軽いですが、比べ物にならない軽さなんですね。おもちゃのような感じ。で、それでいて、特に引っかかりもなく普通に使うことができる。まあ、これはね、素晴らしいですよ。このサイズ感は他にない魅力です。両機種ともフィリカが使えますしね。で、楽天ミニで言うと、まあ、どういった使い方が、ね、想定できるかというと、モバイルルーターとして使いたい方。つまりこれをですね、メイン端末として持つのではなくて、サブ機としてどっかポケットに忍ばせておくのか、カバンの中に忍ばせておくのかして、常時テザリングという形で電波をこう飛ばして、でパソコンや他のスマートフォンをテザリングでつなぐと、まあ、そういった使い方でモバイルルーター代わりにするっていうのも非常にいいんじゃないかなと思いました。まあ、モバイルルーターになりながらピット、スイカ、パスモ
使えますし、クイックペイだったり ID ももちろん使えますし、なんかね、そういった使い方って結構便利なのかなと思いました。ちっちゃいお財布みたいなもんですね。こうやって見ていきましたが、いかがだったでしょうか。両機種ともね、本当に素晴らしいと思います。今ならものすごい破格なキャンペーンもやってるので、ぜひですね、概要欄チェックしてみてください。そして、楽天ハンドや楽天ミニに関する質問等ありましたら、ぜひぜひコメント欄にいろいろ質問してください。答えできる範囲でしたら何でも答えますので、ぜひご自由に質問いただければと思います。少しでも参考になれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。パラフでした。